はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽住の太志です。今日はですね、プロが教える買っちゃダメな中古住宅、買っちゃダメっていう形、まああんまりいい言い方じゃないんで、題名はそうなんですが、できれば買っていい中古住宅が理解できるようになると良いのかなっていう形でご説明していきます。買っちゃダメな中古住宅ですね。敷地がダメなこと。まあ、当然なんですけどね。隣地に高低差があって、隣地との高低差があって、その高低差が、例えば崖のような形になっている。危険な崖。まあ、擁壁になっていて、その擁壁がしっかりとした擁壁になっているのか、みたいなところを判断していくっていうところと、重要なのは道路の種類ですね。敷地に接道している道路が市道なのか私道なのか公道なのかみたいなところとかね。で、その道路の幅ですよね。交通量とかもそうなんですが、まあ私的な考えだと4メーターぴったりが多い場合もあるんですが、4メーター以上欲しいな。6メーターぐらいあると良い土地だな。4メーター以下だったら買っちゃダメってわけではないんですけども、道路に関してはですね、まあそんなところかな。で、構造がダメなと、これが一番重要かな。木造、S 造、鉄骨造ですね。あと鉄筋コンクリート造っていうのがあるんですが、木造でもいろんな種類があります。木造在来軸組工法とかって、一般的な木造、いわゆる木造ですね、に2x4とか木質系パネル工法っていうのも木造ですよね。で、鉄骨造は軽量鉄骨造、重量鉄骨造っていうのがあって、まあ一般的には軽量鉄骨造の方が多いですよね、中古住宅の中で。で、 RC 造っていうのがあるんですが、まあ構造をその物件を購入して、上げようと。耐震等級3の認定を取ろうっていう考え方をすると、木造の軸組工法以外は選択肢がないんですよね。あんまり。まあ、頑張れば 2x4 とかできるのかもしれないんですけど、間取りの変更とかもしづらいですから、在来の軸組工法、一般的な木造以外のものは、基本、買わない方がいいかなっていうところですかね。で、中でも一番危険なのが、ハウスメーカーで建てた、38条認定というのが建築基準法にあるんですが、第二認定を取った工法です。2000年にそれは廃止されているんですが、ハウスメーカーは申請を簡略化するために大臣認定を取って、いる例がすごく多いんですよね。その38条認定は、今はもう法律が一回なくなってしまっているので、既存不適格建築物になっちゃう可能性が高くて、それを耐震補強する手立てがないっていうんですかね。はい。劣化が激しい。ここら辺はプロ目線の話なんですが、劣化が激しいってどうやって見るのっていうんですが、私は、なんていうのかな、数百棟ずっと見ている中で、見学に行った時に、一番大事にしているのが、玄関を入ったところの雰囲気なんですよね。玄関入って、入った瞬間にある程度、なんとなくですね、この家はちょっとダメだなっていう感覚になる家と、あ、良い家だなって感覚になる家があります。それは何かっていうのはちょっと私の感覚でしかないんですけれども、多分、匂いだと思うんですよね。で、匂いの元は何かっていうと、多分カビかなとは思うんですよね。で、その理由としては、継続的な雨漏れがあって、建物の構造体が腐っているような状態になっている匂いがすると、これダメだなっていう感じになるのかなっていうイメージ。
違法改築増築してる家っていうのもありますよね。まあ改築は難しい、探し出すの難しいんですけど、増築はね、ある程度図面があれば分かりづらい、分かりやすいんですけどね。まあそこら辺はなんか探偵のような感じで、この床はなんかやけに新しいよなとか、この天井の変な形はこれなんだろう、なんか間仕切り変えてんじゃないかなとか、そんな感じで見ていくみたいな感じですね。まあこんな感じ。まあね、買って悪い家よりは買って良い家って何っていう方が多分楽しいと思うんで、買って良い家っていうのは何かな。でも築20年から30年ぐらいの住宅が私はリノベーションしていくのに最もいい物件だなっていつも思ってるんですよね。ちょうど中古価格としてもその住宅の価値を見ないで、だから例えば土地の値段で売っている可能性もあるんですよね。たまに住宅を載せている可能性もあるんですが、まあ載せてないで築25年の住宅でこんなに安くてこんなに構造もしっかりしてるのになっていうのが今の不動産の実勢では判断しない方が多いんですよね、売り出し価格で。だからこそ逆に言うとそういう物件を探し出すと得だよなっていう。その中で言うと、まず検査済証がある築20年から30年の住宅で検査済証がある家ってかなり少ないですね。でも逆にこれがあるとすごく良いです。その後の証明の仕方が非常に楽になったり、構造補強もしやすいという感じですかね。検査済証がなくても図面が残っていればまだいいです。検査済証って昔はなぜか受けなかったんですよね。でも今は受けて当たり前なんです。ない物件ってほとんどないっていうような形だったんですけども、こういう時代の変遷の中で築20年30年の住宅が検査済証があるとすごくいいですよね。さらに図面が残っている、図面が残っていると何がいいかっていうと、耐震補強の計画がしやすいんですよね。そんな感じかな。だからそれがあると耐震補強しやすいんですが、最悪検査済証も図面も残っていなくても耐震補強がしやすい家ってあるんですよ。それは例えば在来軸組工法で建物がシンプルな家です。四角い、まあ、四角ですね、長方形とか四角な家、デコボコしてない、ガタガタといろんな複雑な形をしていない、層2階な家はもうベストですよね。でしかも間取りのノリがいいっていうプロ的な言い方なんですけど、1階と2階の、間仕切りの軸線っていうんですかね、間仕切り線が上下で同じ位置にあるような家はとても耐震補強しやすいっていう形ですかね。でシンプルな住宅って逆に断熱性能も上げやすいんです。だから基本的にまあ一番いいのは検査済証があって図面が残っていて、シンプルな形の家、長方形とか正方形で総2階みたいな家なんですよね。基本はもうそれが一番買って良い家です。はい、今日はこんな感じなんですけどね。私自身はよくお客様と仲介で物件をご案内したりするんですけど、お客様の方からインターネットを探した物件とかでこんな物件いいんじゃないですかって逆に見つけてくる方が多いんですよね。でもそれを調べるとほぼほぼ買わない方がいい物件なんですよっていつも説明して、なぜかお客様はそういう買わない方が良い物件を探し出していくっていう不思議な感じがあるんですよね。で実際買って良い家って言い方なんですけど、買ったら得する家って言い方にもなるぐらいシンプルで検査済証があって図面があってみたいな建物があればですね、で雪道が良くて道路幅が6メーターぐらいで
高低差はあるんだけど擁壁がしっかりしてるみたいな、そんな家あんまり実はないんですよね。だからそこら辺は地域をあまり限定せずに、本当は中古住宅の場合は探すと、探し出せるのかなって思ってます。今日は以上になります。ありがとうございました。